俺を知ってるのか。知り合いではないが、何度も見かけたよ。わしには力がある。未来が見えるんだ。ただではなさそうだな。大した要求はしない。食べ物さえあれば。昔から未来が見えるのか。子供の頃からな。一度母と村の魔女を訪ねたことがある。わしは魔法の調合薬でいっぱいの大釜に落ちてしまった。真面目な話か。本当のことを言えば、小さい時に後頭部に石をぶつけられた。それ以来他のものに見えないものが見えるのさ。ほら。ありがとう。予言に値する立派な捧げ物だ。よし、聞こう。白狼が見える。彼は終わりのない洞穴に入る。狂乱と絶望の惨禍を奏で、不死の化け物を呼び出し戦う。それは未来じゃない。俺が経験した過去だ。詩人の歌ででも聞いたんだろう。年を取って力が鈍ってきた。だが竜魂草を持ってきてくれれば。希少なものだ。確かに貴重だ。だがここから南東の洞窟に生えたことがある。よし、何とかしてみよう。果たして本当に未来が見えるようになるのか。戻ったか。持ってきたぞ。ありがとう。では少し待ってくれ。狼が見える。猛吹雪の中を一つの塔へと必死で向かっている。彼はツバメを追う。だがツバメは狼の遠吠えに耳を貸さず、さらに高みへと飛ぶ。それが最後の飛翔だと知るがゆえに、エストゥアスエッセ、それが定めだ。兆しを探せ。
世界は氷の中に滅び、新たな太陽と共によみがえる。古き血脈のヘンイチェルのまかれた種の復活だ。イスリンな予言か。行け、一人にしてくれ。